はい、皆さんこんにちは。いや、今日はねめちゃくちゃ暑い、気温がね32度です、若干雲がありますけどね、ちょっと作業するにはねかなり暑いです。で、今日はねちょっと一ついただいたものがございますんで、そちらのご紹介していきます。はい、こちらです。太陽光パネルね、ソーラーパネル、こちらのねご提供いただきました。で、前回ご提供いただきました、オータッチのね、ソーラーパネル 100W をね前回ご紹介したんですが、今回はね新しく 200W が出たということで、そちらの方をね、いただきました。で、今日はこの 200W 新型ソーラーパネルと、あとこのね 100W なんですが、このちょっと小さいタイプね、2つ折りのね、100W タイプで、これはね前回紹介したこの上のオレンジ色のタイプの、オータッチ 100W ソーラーパネルがあるんですが、それのね、まあ、廉価版というかちょっと安いバージョンで、最近ね、新製品として出たものになります。で、金額はね、結構安いです。あとね Amazon の商品リンクの方貼り付けしておきますので、まあ、そちらの方からねご覧いただければと思います。で、今回はこの新型 200W ソーラーパネルと、こちらのね、格安の 100W ソーラーパネル、まあ、どれくらいの発電力があるかということでやっていきたいと思います。いただいたのはね、結構前なんですが、なかなかね天気が悪くて、今日はねちょうど若干曇ってるんですが、まあ天気はいいということでね、今日ちょっと撮ってみました。商品の方見ていきたいと思います。で、今回はね、こちら、ソーラーパネル 200W、これですねと、もう一つがねソーラーパネル 100W、 このオータッチってやつですね、オータッチ製になります。で、この出力を見ていきたいと思います。はい、で、出力の方はねこれ 20V 10A というふうになってます。単純ですね、 20V 10A で 200W というふうになります。で、20V ですので、まあ太陽光のね、ソーラー入力ある、まあこういったポータブル電源の方ね、今回 200W に関しては、このね、ブルーティーの方を使って、AC200MAX を使ってね 200W 入力させていきたいと思います。で、この 100W ソーラーパネルに関しては、このエナーノバのね、こちらポータブル電源、これをね使ってやっていきたいと思います。はい、で、ブルーティーの方はねもう 20V 対応しておりますので、お持ちのねポータブル電源の方が、もし 200W 使う場合ね、20V 10A 入力対応しているかっていうのをね確認する必要があります。で、こちらもね、単純です、100W ソーラーパネルの方が、20V 5A というふうになっております。はい、ここですね。はい、20V 5A の入力に対応しているかというふうになりますので、まあ、大体ね 20V 付近ですとほとんどのポータブル電源対応できると思いますが、もしね充電する場合はお持ちのポータブル電源のね、定格入力電圧で、そちらの方をね確認していただければと思います。はい、で、ケーブル関係なんですけれども、結構ねいろいろついてきてます。 200W ソーラーパネルに関してはこれがついてきてます。で、これ何かというと、標準は MC4 コネクタになります。今ねもう繋いでますが、この MC4 コネクタ、はい、この並列もね直列も接続できるというこの万能なタイプの MC4、 これね好きなんですが、今回ね 200W に関しては MC4 コネクタの方が標準装備というふうになっております。で、この MC4 コネクタから、いろんなね、他のポータブル電源に対応するように、ジャックがねこういうふうにたくさん出てますんで、まあそのポータブル電源に合ったね、端子の方を使っていただければと思います。まあいろんなものに変換できます。 MC4 コネクタからの変換ケーブルですね。で、それに合わせて、DC ジャックの方もねいろいろ入ってきてます。今試しに挿してますが、こういったものね、入力するために必ず必要になりますので、DC ジャックの方はね、こういうふうにいろんなポータブル電源に対応できるように、各種ね揃っておりますんで、まあどれかはね合うかなと思います。はい、で、今回オータッチの 200W ソーラーパネルですが、はい、こんな感じで、制御部がついております。で、こちらがね今試しに挿してるんですが、 USB とかの出力ができるんです。こういうふうにね、はい、タイプ C と USB タイプ A が2つついています。で、これはね急速充電に対応しておりますんで、今ね試しに GoPro のね、バッテリー充電してみたんですが、今ねちょっと満タンになっちゃいましたけど、ちゃんとね充電できております。ということで、ソーラーパネル単体でもね、まあ、充電関係とか、そういったものをねできるようになっております。で、今回こちらの 100W ソーラーパネル、こちらに関してもね、こういうふうに USB
同じね USB の出力がついておりますので、まあスマートフォンとかね、カメラとか、例えばドローンだとかね、今私首にしてますが、こういったねネックファンとかね、まあこういったものをね、簡単に充電できるようになっておりますんで、まあこれ単体でもね使うことができます。で、固定方法はですね、一応 200W はこのパネル4枚のタイプになっております。大体 200W はねこのパネル4枚タイプが主流になっております。足の部分がね3箇所ありますんで、まあ結構ね綺麗な感じで固定ができます。このゴムバンドでね、まあ広げたい角度までできます。本当はもうちょっと寝かせたかったんですが、ちょっと台のねこの幅の関係で、まあこれがマックスという風になります。もうちょっと寝かせるとね発電効率、今ね太陽が結構真上にありますんでね、真夏とかはこういった角度をね上げてあげるといいかなと思います。冬とかはねちょっと太陽が低いので、まあこれぐらい45度とかねそんな感じでいいと思うんですけども、まあこれでねちょっと試しにやってみたいと思います。で、100W ソーラーパネル、こちらもね同じく、足の方がねマジックテープでこういう風に出すことができますんで、今ねこの地盤がちょっと傾いてるせいで、寄りかけてますが、まあこちらもね、同じく足の方が2つ左右についてますんで、安定して立てることがねできます。はい、これはねちょっと立てすぎですね。はい、ちょっと後でね角度調整します。ということで、一応ね、まあ製品的なこんな感じで、この 200W ソーラーパネルに関しては、前回 100W ソーラーパネル、紹介したものと同じ製品の 200W になりますんで、こういった耐久性とかねこう防水性とかは、こちらの方がいいです。で、こちらに関してはちょっと材質がね、違います。若干廉価版になるんですが、コスパがいい分若干ね、まあ耐久性なんていうかな、この表皮がねこう覆われてるんですね、まあ布地っていうかね、なのでまあちょっとまあ傷つきやすかったりするのかな。まあでもね、こう触った感じとか高級感は十分あります。金額はねかなり安いですんで、まあこれもね、ちょっと 100W ソーラーパネル試してみたいという方は、ちょっと検討されるといいかもしれないです。じゃあね、今出力どれぐらいあるかね、ちょっと太陽が出た瞬間に見てみたいと思います。はい、じゃあ今太陽がね、雲から出る瞬間になります。はい、来ました。じゃあ今のね、この太陽光がバッチリ当たってる状態見てみたいと思います。はい、今出力がね 200W ソーラーパネルでだいたい 144W 付近までは確認できました。144W ね、結構いい数字じゃないでしょうか。今若干雲また被ってきましたね。はい、太陽光ソーラーパネル、200W ね、 144W はね今確認できました。はい、じゃあまた今ねガンガン当たってきました。太陽光パネルこんな感じです。はい、今ね、58W は確認できました。映ってなかったかな。はい、 58W ね、まあ約 60W ぐらいでしょうかね。今結構ね背中がじりじり熱いので太陽がね結構当たってると思うんですが、58W はね確認できました。まあ約 60W 付近でしょうかね。今ちょうどね太陽が、出てきました。はい、 60W ぐらいいってほしいな。今ね 58.4、 はい、ということでね、今ね、太陽が出た隙に測ってみました。まあもうちょっとね雲がない日にねやればいいんですが、ちょっとね最近天気が悪くてね、なかなか今日が一番絶好の、まあ、チャンスだったのでね、今日撮らせていただきました。結果としてはね、まあ大体 58W、 まあ約 60W ですね、6割ぐらいの出力になります。で、 200W ソーラーパネルに関しては大体140W ぐらいはね確認できましたので、まあ大体70%台、70% ぐらいでしょうかね、の出力が確認できました。こちらね、結構優秀だと思います。で、これもね、まあ値段にしてはね、十分ですよ。大体ね、6割ぐらい出ればね、大丈夫かなと思います。まあ、7割ぐらいいけばね、結構いいですけれども、前回の、大太刀の 100W ソーラーパネル、あれがね、ちょっとおかしくて、あれがまあ大体 90% とか、なんかレビュー見るとね、100% 超えましたっていうのもありましたけども、こちらのオレンジ色のね、タイプは結構優秀です。で、これはね、今回コスパに優れたタイプの、格安のソーラーパネルになりますんで、まあ、最初にちょっとね、100W 始めてみたいという方は、まあ、こちらの方ね、おすすめできると思います。じゃあ、ちょっとね、収納して、まあ、どれぐらいの大きさとかね、持ち運びしやすさがあるか、こちらの方をね、確認してみたいと思います。はい、じゃあ今ちょっとね、収納してみました。はい。
で、こちら 100W に関しては、こんな感じの持ち手になってます。はい、こうぐるっと回してひとまとめにできるやつね。はい、ってなってます。もちろん軽いです。パネル2つなのでね、十分軽いです。はい、これ持ち運びはね、とてもしやすいと思います。で、 200W ね、問題の 200W なんですが、まあ、4分割のタイプのソーラーパネルなんですけれども、重さはねそんなに感じないね。まあ、若干重いんですが、そんな持ち運びはねもう全然軽々できるくらいの持ち運びのしやすさです。うん、これはねとてもいいです。大きさはねこんな感じです。はい、まあ、若干 200W の方がね、一回り大きいかなという感じですが、車に乗せたりとかね、移動する分には全然問題ない範囲かなと思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。今日はね、オータッチソーラーパネル 200W ソーラーパネルと、格安 100W ソーラーパネル2つをねちょっと検証してみました。出力はね、まずまずいいかなという感じだと思います。あと携帯性とか、上に関してはね、あの耐久性とか優れたような素材になっておりますので、あと USB の出力ね、パソコン、あとタブレット、スマホとかね、カメラとか、まあ、そういったもの充電がね、これ単体でできるようにちゃんと USB 出力がついてますので、まあ、そこら辺のね使い勝手も、まあ、最近のソーラーパネルはね結構そういうのついてますけれども、とてもね、金額からして、性能はね十分いいかなと思います。はい、前回もね、オータッチ 100W ソーラーパネルの方をご紹介しておりますので、そちらがね、まあ、どちらかというと一番おすすめかなって感じはしますが、まあ、そちらの方の動画もね見ていただければと思います。はい、じゃあ今日はねソーラーパネルのご紹介でした。ありがとうございました。